はい、こんにちは、吉谷です。今回はですね、ドリアカ報告の番外編ということで、まあ、以前もちょっといただいたんですけど、ファンキー山田さんからですね、ぜひドリアカ生の皆さんにシェアしてくださいということで、結果報告の方をいただきました。ありがとうございます。はい。まあ、これちょっとね、結果報告の動画遅れちゃったんですけど、ゴールデンウィーク終わった後ちょっといただいた、んですけど、よいしょ。お疲れ様です。吉谷さんご報告です。ゴールデンウィーク5日間連続でセミナーを開催して、32万の売り上げを立てることができました。内訳はセミナー代2万円、バックエンド15万円、映像販売15万円、合計32万円です。ぜひドリアカ生の皆様に絶対セミナーやった方がいいよ、セミナーはやることに意味があるとお伝えいただけると嬉しいと思います。全国セミナー再開しましたね。大変だと思いますが、頑張ってください。私も吉谷さんに負けないように一生懸命頑張ります。いつもためになる動画ありがとうございます。感謝、ファンキー山田よりと。前半の2日は友人と JV して、古着転売とカメラ転売セミナー、後半3日は私の Amazon 転売のセミナーですと。3日間はですね、っていうことですね。はい。まあ、ということで、まあ、これはですね、ファンキー山田さんからも、セミナーやった方がいいよとか、セミナーやることに意味があるっていうことで、これいただいてるんですけど、これはですね、本当、まあ、ファンキー山田さんはドリアカ入ってないんで、まあ、講義の方知らないと思うんですけど、ドリアカの講義の中でもうすでに言ってます。で、実際に、多分まあ、ドリアカ生しかちょっとわかんないと思うんですけれども、このセミナーをやって、この映像販売とかでもこう15万ですよね。このセミナーをやって、そのセミナーの映像販売してでも、バックエンドとか絡ませると100万いきますよと。セミナーやった方が簡単にコンテンツ販売売れますよみたいなことを、まあ、ドリアカ生の講義の中には入れてるんですけども、まあ、実際いかんせんですね、まあ、やる人はいないと思います。これね、本当ね、まあ、ドリアカ生の方聞いてるかもしれないんですけど、僕セミナーやった方がいいと思うんですよ。だけど多分ほとんどの人やんないと思うんですね。多分10人いて1人いるか、やるかやらないかっていう多分世界だと思います、セミナーに関しては。もちろんこのセミナーに関しては仕切りが高いっていう部分はあるかもしれないんですけど、そのお金を稼ぎたいんだったらやった方がいいと思うんですね。僕自身もセミナーやってます。まあ今回47都道府県再開して、まだちょっと日程の方決まってなくて、まだ全部は回れてない部分もありますけれども、僕が一番顔出しして始めたのが、初めてビジネスを始めたのがですね、僕はですね、1年半、もう今年の夏でちょうど2年くらい経つんですけど、今まで僕は裏方として、まあ、10年以上ですね、やってきたと。で、吉谷、誰？まあ、こっからスタートだったわけですよ。だから僕が一番最初やったのは、これ本にも書いてありますけど、Facebook、セミナーです。僕が吉谷拓郎って誰やねんって話なので、僕は表に出て、顔出ししてこうやるってことになって、一番最初にやったのが Facebook と、あとセミナーですね。もうこれしかやってないんじゃないかなっていうところです。 Facebook とセミナーをメインにやりました。で、これは多分本にも書いてありますし、そのすぐ収益化したいんであるならば、まあ、本にも、まあ、教科書みたいな感じで読んでいただいてるとは思いますけど、Facebook とセミナーとかね、あと動画とかこうやることが一番いいんじゃないかなと僕は思います。で、なんで多くの人がこれセミナーできないのかっていうと、もう完全にこれセミナーできない理由は、怖い。多分これです。セミナーでできない理由は怖いだけです、多分。恐怖なんですよ。この怖いって何かっていうと、こんな私が何話すのとか、失敗したらどうしようとか。まあ、こんな感じの、こういう感情が怖いって、まあ一括りに言うと怖いっていう、ただそれだけかなと思うんですけど、僕、このセミナーをやる、まあ、山田さんからですね、まあ、このセミナーをやることに意味があるよっていう、まあ、素晴らしい言葉をいただいたんですけど、これ本当にですね、僕、これマジでこのネットビジネスとか関係なしに、こう収入を大きくしたい、収入を大きくしたい
と思っているのであれば、これリアルの仕事でも、人前で話すスキルがあった方が収入アップしませんかってとこで、まあその社長さんとかは絶対そのスピーチとかすると思うんですけど、トップの人って絶対プレゼントとかするじゃないですか。管理職とかになったら、まあ平社員よりかはまあ管理手当とかもらえると思いますし、じゃあ部下の前でなんか話したりとかすると思うんですよ。だそもそもとしてなんかそのなんか稼ぐとかいう自然の問題で、これリアルな仕事でも人前で話す、なんかプレゼンをするっていうスキルはあった方がいいと思うんですけどね。まあそういうのが嫌だからネットビジネスをやるっていう人もいるとは思うんですけど、簡単にこれリアルでもリアルの普通のその仕事でも役に立つし、なんか生きてて、これなんか生きてて役に立つことじゃないですか。人前で話すスキル、コミュニケーションスキルって生きてて役に立つことじゃないですか。だからその儲かる儲からない云々、さらにそのもう本質的な部分なんですけど、自分のためになりませんかっていうところで、もちろんやれば儲かるんですけど、なんかここをなんか僕はちゃんと考えた方がいいんじゃないかなって思います。だぶっちゃけ言うと僕自身も、最初は人前で話すなんてことはできませんでした。いや今ではその多分信じてはいただけないかもしれないんですけど、僕も動画大量に作ってますし、セミナーももう100本200本やってるんであれなんですけど、まあそもそもこの10年間僕裏方としてやってきたので、これはね僕のその勤めてた会社のスタッフしか分かんないですけど、この10年間っていうかこの会社で働いた時なんか僕おはようございます言って終了の時ありましたからね。どういうことかっていうと、ずっと文章を書いてたんで、その喋りかけんなみたいな感じで、まあ、その出社したらヘッドホンガンつけて、もうずっと音楽聴いてずっと文章書いてたんですよ。だからもうそもそもこの会社でなんか喋るとか自分の意見とかも言えなかったし、会社で会議あったとしても、はい分かりました、終了っていう自分の意見言えなかったんですね。だから人前で話すっていうことも得意じゃないし、どちらかというと、もう人見知り激しいですしなんですよ。ただセミナーとかこの動画とか僕がやり始めて思ったことが、やっぱやってよかったなっていう、このやるのに意味があるっていうのは、そのいろんな、まあファンキー山田さん言っていただいてるんですけど、このやることに本当に意味があって、なんかそのそこになんか稼げる稼げないからやるやるないじゃなくて、なんかその違う部分でも意味を自分で作った方がいいんじゃないかなと思います。であとは実際にそのお客さんと直でそのセミナーをやると、まあ、集客ができればの場合なんですけど、集客ができれば一人でもお客さんに会って直接こう話ができるんですよ。でこれはやれば分かるんですけど、楽しいですよ。楽しいです。うん、まあ最初は慣れないとちょっと緊張してダメだっていう人もいるかもしれないですけど、実際やってみるとセミナーって楽しいんですよ。でそもそも人って寂しがり屋だし、その寂しいんですよ人って。だからその戯れるたいし、そのもちろん一人の時間も欲しい時ありますけど、その人と何か話すっていうことは楽しいことなんですよね。でそのセミナー、こう自分がその今まで聞く、例えばこの前直近の話だと、まあ最近だと5000人セミナーみたいなのありましたけど、なんか聞いてるだけで何の意味もないと思うんですよね。まあちょっとこの動画でちょっと僕の見解言いましょう。多分5000人セミナー行ってきた人も、まあ塾生さんの方でいると思うんですけど、僕思うんですけど、5000人セミナーに行くより、人の前でも良いから、自分がセミナーをした方が、よっぽど良くないと。5000人、ぶっちゃけですよ、普通に考えて、もし5000人セミナー行ってノウハウを聞きたいって言ってるんだったら、もしですよ、これその5000人セミナーに行って自分その人脈を作るとかいう目的で行ってるんだったらまだしも分かるんですけど、5000人セミナーに行って何かノウハウを聞きたいってことで言ってるんだったら、ちょっと僕はそれはナンセンスかなと思います。なぜならば5000人が同じ情報を聞いて
聞いて、5000人がライバルになるわけじゃないですか、普通に。5000人が同じセミナーの内容を聞いて、ライバルになるわけじゃないですか。もちろんその中でやるやらないはもちろん分かれますけれども、こんなの聞いてんだったら一人の前でもセミナー、自分がセミナーをして話した方がよっぽど僕は得るものが多いんじゃないかなと思います。で、特にドリームアカデミアに入ってるんだならば、もうほとんどね、もういいんじゃないかなっていう。おそらく5000人セミナー参加しても100万すら稼げないですよ。結局やらないとダメなんで、なんか結局多分話聞いて満足したな、あ、すごい会場に行ってすごい熱気だったな、いい話聞いたなって終わると思うんですよね、結論。まあ何かしらそこからアクションすればいいんですけど、まあでもこれ事実じゃないですか。じゃあ全員が行動、じゃあその5000人セミナーに行ってですよ、そのノウハウを全員が実践したと仮定します。じゃあ全員が実践したと仮定した場合、5000人がライバルになるわけじゃないですか。いや5000人がライバルあるのビジネスやってもどうなのって話じゃないですか。勝てます？そこでね、勝負になるわけじゃないですか。だったら一人の前でもセミナーして、一人の濃いファンを獲得した方が良くないですか。一人の前でセミナーして、一人のお客さんに親切丁寧に教えてあげて、一人の濃いファンを獲得した方が良くないじゃないですか。例えばじゃあ、例えばですよ、2人の前でセミナーをしました。その1人は、あなたに感動して、濃いファン、ファンになってくれましたと。じゃあその濃いファンは、あなたが商品を出すたびに、何か買ってくれるようになりました、買ってくれるようになりましたと。例えばあなたが3000円の商品を1年に5回リリースしたとします。まあ6回ですね、6回にしましょうか。6回リリースしたとします。じゃあ濃いファンなんで半分リピートしてくれました。その9000円ですね。このお客さんは3つの商品を買ってくれました、このお客さんで、これが毎年続くと仮定したら、合計じゃあ5年続いたら、まあこんな感じじゃないですか。で、バックエンドも買ってくれ、バックエンド。まあ10年も買い続けるか分かんないですよね。僕の事例だと5年はあります、今。まあ僕の濃いお客さんで5年ぐらいはありますね。まあ、10年はちょっとさすがにないんですけど、今のところ5年ぐらい買い続けてくれてるお客さんは僕の中でいます、実際に。で、じゃあ僕の場合は10年のスパンはないんですけど、5年はいて、この5年の中に200万ぐらい落としてくれてるお客さんもいるわけですよ。300万とか、この5年以内に。まあその安い商品だったり高い商品とか買ってくれて、300万200万落としてくれてるお客さんが実際にいます。はい。じゃあバックエンドね、これ30万とかね、1本購入とか、なんかこうこんなんやってたら、そのこっちの方が収益出ないですかって話じゃないですか。じゃあこの一人のお客さんがですよ、この一人の濃いファンを2人3人4人って増やしたらどうですかっていう話じゃないですかね。じゃあこれが濃いファンが、例えば10名いたら、こう1年間で9000円1人が落としてくれるとかでして、その濃いファンが10名いたとしたらいくらですか。9万円ですよね。じゃあこれ100名いたらいくらですかと。濃いファンが、90万ですよね。
って話ですよね。っていう形なんですよ。だからこの10名とか100名とか、この一人一人をやっぱ作っていくっていうことが、まあそのビジネスを固めていくっていうところなんで、僕はですね、その本当に、まあ今回ファンキー山田さんからですね、セミナーをやった方がいいよっていうことで、まあ本当にこうドリームアカデミアでもセミナーをやって映像販売から100万まで持っていくっていう映像とか講義とかもあると思うんですけど、これやっていただければ、結果出ますから。でもやんないんですよね。まあ悲しいことに。多分そのドリアカ生の中でセミナーやりましたみたいなのはナミさんかな。新潟にいるナミさんぐらいですかね、セミナーやりましたとか、他にあったかな。まあ、あんまセミナーやりましたって報告ないですよね。まあ人それぞれなんで、まあ別に僕が強制で言うわけではないんですけど、もうやった方が僕はいいと思います。で、やれば稼げるし、その、一人の前でもいいんですよ。だって僕もこう偉そうにこう動画撮ってますけど、正直、0人の時でも僕セミナーやってますし、一人の時もありましたよ。一人の時のセミナーあるんですけど、一人の前でもセミナー僕やってますよ。僕でさえ僕一人でありますかね、十分。確かね、これですね。この、多分おそらくなんですけど、マトリックスですね。これですね。このセミナーの時は2日やったんですけど、これ2日やったんですけど、多分ね、これは2日目は入れてない。この映像 PV は1日目なんですけど、このマトリックスのセミナー、大阪で2日間か、2日間、大阪で2日間開催しました。で、2日目は1人でした。2日目は1人でした。この1日目に関しては、6人か5人ぐらいいました。この映像のやつは5、6人いてます。だけど、この2日目にやった時は1人しか来てないです。だけど、やりました。僕も1人の前でもやってますからね。別に関係ないと、僕は1人だろうが何人だろうが、僕ち、逆に言うと人数セミナーは少ない方がいいと思ってるんですよ。逆に言うと、ここの一人でやった時のセミナーの満足度やばかったですよ。このまあワンツーコンサルセミナーみたいな感じでできたんで、まあ、僕も話が安かったし、聞いてる人もすげえこのやってくれました、聞いてくれたし、よかったですって言ってくれました。こう薄まるんで、人数が多いと。逆に僕はもう、僕がセミナー100回か200回やって思ったことが、一番最強は3人だなと思います。3人です。なんで3人かっていうと、その1人だと他の人の意見が聞けないんで、3人ぐらいだとちょうど他の人の意見を聞きながらこうやっても、なんかその丁寧に回れるんですよ。で、これ10人になるとちょっと無理です。前にその10人ぐらいをそのセミナーやったんですけど、そのめちゃめちゃ濃くやったんですけど、多分ね、9時間ぐらいかかりました。なんかその10人の一人一人の特典として、その10参加者の方の悩みを全部答えるみたいなのをやったんですよ。で、そしたら気が付いたら9時間ぐらいになってたんで、10人で9時間ですよ。もう無理だなと、もう限界だなと思ったんですけど、だから僕はマックス3名、本気でその親身になってこう全部聞いてこうやっていくんだったら3名かなっていうところですね。100回以上やって、まあ1名でも全然いいんですけどね。だからまあセミナーに関してはですね、まあ是非やった方がいいんじゃないかなと思います。まあ人それぞれなんであれなんですけど、本当に僕はやった方がいいと思いますし、まあ今回ですね、ファンキー山田さんの方からですね、ドリアカに入ってないですけれども、ドリアカの講義見てないですけど、ドリアカの講義にで僕が教えてる内容をですね、もう本当に愚直に実践しております。ただまあファンキー山田さんはね、ドリアカに入らなくてもね、まあ十分稼げますんで大丈夫かなと思います。もう本当に僕が教えてる内容をですね、愚直にやっていただいてるかなという思います。で、このファンキー山田さん、5日間で32万ね、今回ゴールデンウィーク出してますけど、去年の夏ぐらいはネット初心者でしたからね。去年の夏ぐらいに確か僕の本を買っていただいて、そっからなんですよ。今こんな感じで出してますし、もうファンキー山田さん月収100万いってるんですけれども、去年の夏初心者ですからね、1年前。まあもうちょっと1年経ちますけど、
もう初心者からスタートですよ。全く転売もやったことないですし、その塾の講師の普通のサラリーマンみたいな感じで働いてたんで、まあ、そんな方がですね、今こんな感じで売り上げもまあ、簡単にではないですけど、ちゃんと愚直に、まあ、言われた通りに素直にやって、実績出してますので、あとは本当にやるかやらないかな、っていうところだと思います。僕が教えてるノウハウは、やれば結果は絶対出るはずなんですよ。だって、ファンキー山田さんも全く初心者の状態から、僕の完全真似してるだけですからね、ファンキー山田さん。ファンキー山田さん、僕の完全真似してるだけですから。ですね。まあ、実際にですね、まあ、やっていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、一応、ドリアムアカデミアはですね、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうことで、まあ、僕自身もですね、まあ、ずっとサポートの方もやってますし、逃げずにやってますので、ぜひ皆さんも、自分の人生変えたいと思うんであるならば、やった方がいいのではないかというこの頃でございます。ではですね、結果報告の方、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。